Hello, my name is Yoshito Ishio. I am the Dean of the College of Liberal Arts at International Christian University, or ICU. Thank you for watching this video. I am glad that you are interested in ICU as a possible choice for your college education. I believe that ICU will be a great choice for you if you want to receive an excellent liberal arts education with an international perspective. We will help you to learn to communicate effectively, both in Japanese and in English. We encourage you to explore various areas of study as ICU offers more than 30 majors in the humanities, social sciences, natural sciences, and interdisciplinary studies. Education provided at ICU will help you to meet the challenges of the new global age. The problems that the new coronavirus has caused in the world make us realize that we truly live in a global society. Tokyo, where ICU is located, has also been severely affected by the coronavirus. Here at ICU, we are offering all courses online for spring term 2020 in order to prevent the spread of the virus on campus. This spring is the first time we have ever offered all courses online. Wherever you are in the world, I believe you are being affected significantly by this virus as well. So a global problem like this one makes us realize that we need vigorous leaders who can come up with creative, rational, and ethical solutions to address such a global challenge. These characteristics are the types of characteristics ICU wants to instill in our students by providing creative, rational, and ethical education. As a unique place of learning, ICU seeks excellence in students from all over the world. Your educational and cultural background will contribute to the diverse campus community at ICU. You will learn by interacting with other students and faculty members who are also unique and diverse. Education at ICU will open doors to a variety of international careers and advanced educational opportunities for you. Don't hesitate. Apply to ICU today. Thank you. 皆さん、こんにちは。ICU パブリックリレーションズオフィスの高橋と申します。 ICU はその国際性であったり、あとは日本で初めてのリベラルアーツカレッジということで、そのリベラルアーツ教育がよく知られているのではないかと思います。一方で国際性をうたう大学、またリベラルアーツ教育をうたう大学というものも日本でたくさん増えてきています。そんな中で ICU はそういう大学とどこが違うのか、どんな点がユニークなのかを今日はお話しさせていただきたいと思います。今回は皆さんに動画で少しキャンパスの様子を紹介させていただきたいと思います。こちらが正門になります。そして正門からチャペルまで約600メートルの桜並木が続いています。春はこのように桜が満開になると桜のトンネルのようになります。ここが大学の礼拝堂です。入学式や卒業式はこちらで行われます。これが本館という建物で、多くの授業がこの建物の中で行われています。そしてこの本館の前にはこのように広い芝生の広場がありまして、学生は休み時間にここでおしゃべりをしたり、ランチを食べたり、また天気のいい日にはここで授業が行われることもあります。これが大学の図書館です。 ICU の図書館は本の貸し出し数が
全国平均の約5倍となっていまして、それだけ学生は頻繁に図書館を利用して勉強しています。この建物が理学館という建物で、自然科学系の研究室や実験室、教室が入っています。教育研究棟という建物の中には、人文科学系や社会科学系の先生の研究室が入っています。その他キャンパスには学生食堂やホール、クラブルームなどの建物があります。またこの画面の中央に見えている大きな建物は、最も最近にできた学生寮です。 ICU はキャンパスの中に9つの学部生用の寮があります。これは東京にキャンパスがある大学としては非常に貴重な環境です。教室の中だけではなくて、生活も共にして、そこでお互いに学び合っていくという ICU の特徴が非常によく表れている環境ではないかなと思います。はい、では ICU の学びの特徴についてお話しさせていただきます。 ICU は3つの使命というものを掲げています。まず1つ目が I 国際性への使命、2つ目が C キリスト教への使命、そして3つ目が U 学問への使命です。皆さんもお気づきかと思いますけれども、この3つの使命がそのまま大学名に反映されています。では1つ目の国際性への使命についてですが、今国際という言葉がつく大学名だったりとか学部、日本にたくさんあると思いますが、実は ICU が初めて国際という言葉を大学の名前につけた大学です。それほどまでに ICU は大学ができた時から国際性というものをとても大切だと考えてきました。そしてその理由は ICU の成り立ちと関わっています。皆さん ICU がどのようにしてできたかご存知でしょうか。 ICU ができたのは1953年第二次世界大戦の直後です。戦争の深い反省に立ち、それまでの教育ではなく新しい平和を作る人を育てる大学を日本へという動きが始まり、それが募金活動となりまして、全国また北米にも募金活動が広がって、それでできたのが ICU なんですね。そしてその平和のためには国家の壁だったりとか言葉、文化の壁、そういうものを超えて日本と世界の架け橋となる、そういう人を育てるような国際性が必要だと考えて、大学の名前に国際という言葉をつけました。そしてこちらの日英バイリンガリズムなんですけれども、日本語と英語、その2つの言語が大学の公用語となっています。それはどうしてかと言いますと、一つの言語だけを使って学んでいくと、文化的背景だったりとか物の考え方、その方向でだけでしか物事を見ることができないし学ぶことができないですけれども、少なくとも2つ以上の言語を使って学ぶことによって、物事をより客観的に広い視野を持って学ぶことができる、そう考えているからです。また自分の母語以外の言葉を使って学ぶということは、他者理解にもつながりますし、それは先ほどの平和ということにもつながっていくのではないかなと考えています。また ICU は英語をしっかり身につけたいという日本からの学生がたくさん入学してくると同時に、海外から日本語をしっかり学びたい、日本の文化を学びたい、そうしながら大学の学問をしていきたいというような学生もたくさん入学してきます。ですので日本語と英語両方でしっかり学べる環境というものを整えています。そしてこの世界人権宣言ですけれども、もし皆さんが ICU に入学したら、入学式で世界人権宣言にのっとって学生生活を送るという宣誓に署名します。これはどういうことかというと、国籍だったり性別だったり宗教だったり政治的考えだったり、そういうものによって差別したりとか差別をされずに学生生活を送っていこうという心構え、それを持つことなんですね。ですので ICU のこの国際性の使命、国際という言葉は、ただ単に英語ができるとか留学できるとか留学生がたくさんいるということだけではなくって、
もう国とか言葉とか文化とかそういう違いを超えて、そもそも一人一人が違って、その一人一人の違いというものもしっかり認め合いながら共に学んでいこうという意味での国際なんですね。では、ICU の C についてですけれども、これはクリスチャニティの C です。 ICU はキリスト教の精神に基づいてできた大学ですけれども、キリスト教の布教のためにできた大学ではありません。ただキリスト教というものを理解することは西洋文化の理解にもつながりますし、またそれによって他の宗教であったり文化だったりというものを相対的に理解できるということにもつながります。ただ学生のキリスト教への関わり方というのは本当に学生それぞれの自由に任されています。そして ICU の C はクリスチャニティの C であると同時に、クリティカルシンキングの C でもあるんですね。これは次の U 学問のところで合わせてご紹介していきたいと思います。では ICU の U 学問への使命なんですけれども、ICU の学びの特徴は、例えばこう少人数教育による対話を中心とした授業であったりとか、多様性あふれる環境でさまざまな人と学び合うということもあるんですけれども、またこのメジャー性をとっているということが ICU の学びの特徴の大きな一つかと思います。ICU は皆さんがやりたいと思う学問が決まっていても決まっていなくても、とにかく全員教養学部アーツサイエンス学科に入学します。そして大学で実際に自分の興味のある学問の授業を取ったりとか、さまざまな新しい考え方などに触れながら、そして自分が本当にやりたいと思うものを見極めて、そしてその専門を深めていくという学び方なんですね。ICU の場合は常に本当に自分が何をしたいのかで、そのためにはどういうふうに授業を取っていったらいいのかっていうのを常に考えながら履修計画を立てていかなくてはいけません。これは学生にすごく自由があると同時に、もしかしたら少し大変に聞こえるかもしれないんですけれども、そうやってしっかり自分で考えて選んで判断していくという時に必要になってくるのが先ほどのクリティカルシンキングなんですね。で、クリティカルシンキング、本当にざっくりと簡単に説明すると、物事を鵜呑みにしないで客観的に批判的に自分で頭で考えて判断していくという思考の力と言えるかと思うんですけれども、これを ICU の場合には1年生の最初にやるこのリベラルアーツ英語プログラム、略して ELA というんですけれども、その中で訓練していきます。 ELA は主に日本語を母語とする学生の方が1年生の時に行う英語のプログラムで、英語で大学の学問をできるような力、例えば専門文献を読み込むだったりとか、エッセイを書くとか、ディスカッションするとか、プレゼンテーションをする、そういう英語の運用能力というものを少人数のクラスでしっかりと上げていきます。そしてもう一つの目的が、このクリティカルシンキング、これを養っていくことなんですね。ELA で扱っていくトピックというのは、例えば生命倫理だったりとか、ジェンダーの問題だったりとか、そういう答えが一つではないような問題に取り組んでいきます。それについて専門文献を読んでみたりとか、いろんな視点や文化的背景を持つようなクラスメートとディスカッションをしたりしながら、また常にそれに対してあなたはどういうふうに考えるのか、そしてなぜそういうふうに考えるのかっていうのを常に問われます。そうすることによって、もしかしたら自分が今まで当たり前って思ってきたことが、もしかしたらそれは本当に自分で考えてそういう結論に至ったのではなかったのかもしれないって気づく機会がたくさん出てくるかもしれないんですね。その当たり前っていうものを一回取っ払って、もう一回いろんな新鮮な意見、いろんな視点っていうものを取り入れながら、自分の頭でしっかりと考えて判断していくという訓練をここでしていきます。そうやって自分の思考をしっかり深めながら、またいろんな分野の
基礎科目だったりとか一般教育科目、そういうものを取っていったりして、あとはいろんな先生と話したりクラスメートと話したりしながら自分が本当にやりたい学びというものを見極めていきます。そして2年生の終わりにメジャー、つまりまあ自分の専門というものを決めて、そして3年生からそれをしっかりと深めていくという学び方です。でこちらが ICU で今オファーしているメジャーになります。まあ、文学や哲学という人文科学系のものもありますし、経済とか経営とか国際関係というような社会科学系のものもありますし、あとは生物学とか情報科学というような自然科学系の分野もあります。そして例えば、ある人が将来国際機関で働きたい、そしてどこかの国の貧困問題について解決したいなという夢を持っていたとしますよね。そうした時に皆さんだったらどのメジャーを選ぶでしょうか。割と将来国際的なフィールドで活躍したいとか国際機関で働きたいっていう方は、例えばメジャーであったり国際関係学を選んだり学びたいって思う方結構いらっしゃるんですけれども、だんだん時間が経っていろんな学問を学んだりしていくと人によってかなりいろいろばらけてきます。例えばそういう貧困問題を解決したいっていう一つの同じテーマに関心があるとしても、その解決のためには例えば国や地域の政策、そういうところをしっかり研究したいって言って公共政策だったりとか、あとはその問題を解決するためには教育っていうものがすごく大切だと考えて教育学っていうものを選ぶような人もいるかもしれません。このように一つのテーマ問題に関してもやっぱり人によってアプローチの仕方っていうのは本当に様々なんですね。それを ICU は実際に学びながら見極めて選んでいくことができます。ですので ICU はまず学生それぞれが何かやりたいと思うテーマや課題、そういうものがあって、じゃあそのためにはどの学問分野を使ってアプローチしていくのがいいのかというのをしっかり考えて、そして学生が自分の学びのために自由にこの大学のリソースというものを使っていくというのが他の大学との大きな違いではないかなと思います。そしてメジャーを選ぶ際にも、まあ、1つ選ぶシングルメジャーという形もありますし、2つ選ぶダブルメジャーだったりとか比率を変えて選ぶメジャーマイナーというものもあります。あとは、大きな特徴の1つがメジャーをもう決めてそれを深めるからといって他のメジャーの授業が取れないということはなくて、自分の学びを深めるために他のメジャーの授業というのも割と自由に取っていくことができます。ですので ICU の授業では例えば経済学の授業であってもそこに経済を専門とする学生もいれば、文学が専門なんだけれどもその経済の授業を取ってくる学生、数学がメジャーなんだけれどもその経済の授業を取っている学生なんかもいて、そうやって興味関心視点が違うような学生が一つのテーマについてディスカッションしたり学び合うというところも、ICU の学びの特徴の一つです。あとはキャンパスの多様性についてなんですけれども、まあ、このように学生も教員もさまざまな国地域から来ていますし、多様性にあふれている環境なんですけれども、この上にありますように ICU に外国人はいない、これは初代の学長の言葉なんですけれども、他の大学ですと割と留学生が取れるコースが限られていたりとか、そういう留学生は一部の学部に限られているというような環境もあるんですけれども、 ICU はそういう区別一切なく、授業も課外活動も寮生活も共に過ごしています。また留学に関心のある方たくさんいらっしゃるかもしれないんですけれども、 ICU も、目的や期間によってさまざまな留学海外プログラムを用意しています。ただ留学は必須ではありません。留学をするかしないか、またするのであればどのぐらいの期間、またどこの国のどんな大学に行くのが自分の学びにとって一番良いのかということもしっかり調べて考えて、そして選んでいただきたいと考えています。そして行きたいと思えばチャンスは非常にたくさんあります。
例えば1年間の交換留学の枠も4人に1人の枠もありますし、卒業までにおよそ 60% ぐらいの学生が何らかの形で海外に出ています。さて、これまで ICU の学びの特徴をお話ししてきましたけれども、そもそも皆さん何のために大学に行くのでしょうか。この理由も本当に皆さん様々あるかと思います。そんな中で ICU のようなリベラルアーツ大学に行く意味ということについて、アインシュタインの言葉をちょっと引用させていただきますが、ここにあるように、人にとって事実を学ぶことはそれほど重要ではない、そのためなら大学はそれほど必要ではない、書物から学ぶことができるからだ。リベラルアーツ大学の教育の価値は多くの知識を学ぶところにあるのではない、そうではなく精神の鍛錬、教科書からでは学べないことを思考する精神の鍛錬であるとあります。このように知識を身につけるというだけでしたら、一人でもできることはありますし、本を読んだりインターネットから身につけるということはできるかと思います。しかしながら、こういう ICU のようなリベラルアーツの大学で本当にさまざまな学問分野を研究している先生とか、あとはいろんなバックグラウンド、それから興味関心を持った学生と一つのキャンパスで少人数で共に学んでいく、そういう中でまた自分が今まで知らなかったような新しい視点を得たり刺激を得たりしながら、自分の専門思考をしっかりと深めていくというのがリベラルアーツの大学の価値ではないかと思います。で、 ICU の卒業生の進路なんですけれども、本当にさまざまな業界や世界で活躍しています。企業に就職する人ももちろんたくさんいますし、あとは国際機関で働いている方、あとは研究者や、芸術家になるような人もいます。もう変化の早い時代の中で、最先端だと思ってた知識も卒業したらすぐに古くなってしまうかもしれない。またいろいろ複雑な問題が社会や世界で起きている中で、自分の専門だけということではなかなか通用しないですし、あとは例えば日本だけで解決できるとか、そういう問題ももう少なくなっていて、いろんな国の人たちと協力してやっていかなくてはいけないというような時代になっていると思います。そういう時代の中で、リベラルアーツの学びを通ってこのような素養を身につけた ICU の卒業生っていうのは、本当にいろんな世界で活躍することが期待されているんじゃないかなと思います。またこの生涯学び続けるとありますけれども、ICU はやはり自分が自律的に学ぶという姿勢をしっかりと身につけますので、卒業したら勉強もしなくていいって思っている方いるかもしれないんですけれども、どんなお仕事をするにせよ常にやっぱり新しいことを学び続ける、こういう姿勢っていうのはすごく必要になってくることではないかなと考えています。明日の大学、University of Tomorrow、 これは ICU ができた時に掲げられた言葉です。 ICU はこれでよしとするのではなくて、常に良いもののために学生も先生も職員も一緒になってチャレンジし続ける大学ではないかなと思います。今日のお話を踏まえて、また皆さんいろいろ大学の情報を調べていただいて、そしてこんな大学でチャレンジしたいとか、自分がまだ知らないような可能性を広げられるような大学と思ってくださったらとても嬉しく思います。こんにちは、国際キリスト教大学財団のヘイスティングズと申します。よろしくお願いします。 Hi everyone, my name is Paul Hastings and I'm the Executive Director of the Japan ICU Foundation. JICUFis an independent educational foundation based in New York City that has been working closely with ICU since ICU was founded in 1949. Our mission is to work with ICU to cultivate global citizens who will contribute to the well-being of humanity and the natural world. We achieve our mission through offering a variety of international programs, grants, and scholarships. One of the scholarships offered by JICUF.It's called the United States Scholars Initiative, or USSI. USSI is a four-year
full tuition scholarship for U.S. citizens who graduate from U.S.-based high schools to attend ICU's College of Liberal Arts. ICU is a unique institution committed to the universal values of love, freedom, justice, and peace. ICU's 150-acre wooded campus in West Tokyo is a beautiful natural oasis in one of the world's most vibrant cities. As you contemplate your university education, we hope that you will consider ICU. Thank you so much.